はい、ちょっといろいろ揉め事が発生してるっぽいので、それをちょっと取り上げていきたいなと思います。えー、島村長さん、こんにちは。株、えー、さん、おはようございます、えー。スポーツのルール変更やルールの適用で競技結果が変わることはよくありますね。えー、毎年ルール変更に伴い、ジャッジに周知するために、えー、良い例や悪い例に、特定の選手の動画を使って研修するとのことです。 あなるほど、そういうことなんですね。この時に良い例として取り上げる選手は、おそらくあらかじめバイアスが働き、悪い例に取り上げられた選手には、バイアスがマイナスのバイアスが働きます。あ、最初はプラスバイアス、あとは後、ま、者の方はマイナスバイアスだそうです。これは印象操作に使われているそうです。おそらく ISU の技術委員会に問題があると思っています。 ところで、韓国のイ・ジヒ氏の名前を久しぶりに聞きました。彼女はキムヨナが不利益を受けないように努力する。多くの審判が新しい最低方式以前のやり方で減点したため、高い点数が出なかった。しかし、えー、キムヨナかなキムの卓越な演技を見たとき、えー、加算点を十分に活用しようという雰囲気が作られた。それも、 これは君よだに限ってのことだと問題発言をしたジャッジでした。多くのジャッジが自国の選手に対して多少甘くなることもありますが、発言する人は稀です。国際機関の運営に韓国が絡むとろくなことがないですということですね。なるほど。結構だから問題視をするべきことなんでしょうかね。うん。まあ、今回韓国の映画は、 フィギュアスケートというか、スケート界の王様になっちゃったんですけど、ピースワンさん、えー、よろしくお願いします。島,島村所長様、維持費の名前を出すと荒れそうなのでコメントは削除しましたが、そうなんですよね。あの発言には正直驚きました。ぶっちゃけ、荒れるとかってあるんですけど、まあ、そういうのって僕結構取り上げたりするんで、縁じゃなくコメントしていただいていいと思いますよ。いろいろそれについて文句言ってくるしいますが、まあ、それもちょっと取り上げますけど、 まあどんな感じの雰囲気なのかっていう全体像を僕は見たいので、ぜひね、包み隠さず言っていただいて構わないですよ。まあ、それについてちょっと文句を言われるかもしれないけど、そこはもうパスして次に進むみたいなことで OK なので、うん。はい。 えー、島村ジョーさん、最近フィギュアスケートが好きになった人は彼女の発言とかについて知らない人もいるのでしょうからあえて削除しません。すみません、僕も知らなかったですね。うん、こういうことって知った方がいいかなと思うんですよ。うんまあ、それがもしね、本当か嘘かとかっていうことについてはまたいろいろこう議論になってくると思うんで別に僕はそういうのはいいかなと思いますね。えー、上記ををしした、出した出言動をする 許すことはそれを認めたことになりますからピビオナ自身は最低に合わせた演技をして高得点を上げる作戦だったのは勝負を優先した結果だからなんか悪くないですが韓国に対してはスポーツの運命にふさわしくないという感想がありますということですね、うん、はい、そういうことでございます、まあ、これを聞くとえってなっちゃいますね、うんまあ、どうなっちゃうんでしょうか来季以コは、うん えー、ひろいひろさん、怖いってあります。多分これあれですね。運営のホラークさんのコメントだと思います怖いということですね。うん。まあ、その b n ラ f クさんの話と今の話がちょっと繋がってるんで、まあ、そこに対立軸があるんですけどね。はい。y o u t u b e r ピンク k c h a さん、ありがとうございます。これは b n f ラ f クさんのことじゃないですよ。うん。これは、もう言っちゃいました。名前。えー、ベルボットジー o k さんのことですよね。うん。名前出していい,い,いと思いますよ。<laughs> うん。 まあ、アンチコメントはそのことでございます。アンチコメントへこみますよね。まあ、僕に対してないですよ。うん、羽生くんに対してですね、はい。私のような弱小チャンネルではコメント自体はほとんど来ないんですが、この前初めて初心者のアンチコメントが。 初めてアンチコメントが来ました。理不尽な内容でしたが、私は私のために時間を使ってくれて、コメントを書いてくれたことがとても嬉しくて、丁寧にお礼の返信をしました。そしたらまた怒って返信されましたが、YouTube 側ではアンチコメントも人気のバロメーターと判断するらしいです。えー、そうなんですか。 なるほど、えー、コメント欄に何もコメントがなくて、アンチコメントだけしかないのも、他の方が不愉快にならないかなと思って、そっと削除しました。アンチコメントをした相手にだけ削除したことがわかんないのだそうですね。ということですね。またぶんこれ、えっ、ー、とチャンネルを非表示にしたということだと思います。うん、だからだと思います。ただコメントを削除すると、あえてわかりますよ。うんえー、ただ、コメントを非表示にすると、相手にはわかんないですね。うん 学んで、まあ、使い分けてみればいいんじゃないかなと思うんですけど、まあ最近、まあ確かにアンチコメントが逆に多いことによって、その、ああ、この人アンチがいっぱいいるから、かわいそうだからチャンネル登録してあげるみたいなこともあるっぽいっすよ。うん。なので、意外となんか難しいですね、YouTube ってね。うん。 はいそそうそうあとね、エミリーさんのこの前半のコメントさっき飛ばしちゃったんですけど、これなんですよ。ちょっとね、うん。しょうまくんのジャンプ校長先生は、ネット見てたら、もともとしょうまアンチかと思うほどのコメントを出していたおっさんでしょうということなんですね。これも初めて知りましたね。うん。なるほど。あんなのはループだとか、それはそれはひどいコメントだそうです。まあ、フリップのことループっていうふうに、ね、なんかちょっと悪質めいた動画出てましたけどね。うん。 まあそれがなんでか知らん,コ知らんがコーチになっていて、実際に昇馬くんのジャンプを見たら、フルブレードアシストじゃなかった。ごめんちゃいです。ああ、そうなんですね、うんで。トレースがフルブレードってあ、トレースがフルブレードアシストのそれとは全然違ったんですって。私らファンからしたら名誉毀損レベルですわよ。まあ、ちゃんと指導してくれるなら許すわよっていうことです。知らなかったです、エブリィさん、これ、うん。驚きですね。こんなことがあったなんて。 うん。だけどねショウマ君にはこんなルール改正がある前に自分のジャンプに否定的な人がコーチについて何が問題なのかに向き合い改善に向けて世の中よりずっと早く取り組んできたっていうのはやっぱりショウマはっているかなって思うんですよね敵までえ敵までも我が力に変えるあたりが、えー、高い加点まではいかなくても減点最終限で戦えるといいだと思います まあ元々そんなに家庭はつかないけどそうですね。まあだからそんな多分気にしなくていいんじゃないかなと思うんですよね。うん、僕は気にあのね。そんなそれだけで見る気なくなったっていう人いるんですけど、そんなで見る気なくなるぐらいやったら見ない方がいいんじゃないかなって。ちょっと。まあ勝手にちょっと思っあんま思わないですね。僕そんなこと言われてもね。 まあちょっとそれ,それちょっと違う話題になっちゃうんでいいんですけど、宇の家はバロンくんがお見舞いの中でお留守でしたが、もう少しで帰ってくるみたいということで、イケメン・ステファン先生には会えなかったけど、イケメン・ショーマとイケメンいつき・イツキがお兄さんですから、最近はトロエマ姉さんや、 え妹、あんちゃんにもさりげなく優しかったり、イケワン街道ッシュグアです。ということでね、まあ、こ,うこういったね,あのね、ちょっと愛は、愛ある話はいいかなと思うんですけど、もめ事が起きてるんでね、今ね。うん、はい、えー。ピースワンさん、どうもです。これ17分58秒って、これ、ビーヌイ・ホラーキターのコメントのことなんですけど、この人、本当にしつこいですね、ということで。 うん、このコメント主さんが嫌な気持ちになったから、すでにこのそのコメントを削除しているのに、また蒸し返すんですねと、うん。言っていることがあっているにしても、不愉快になった人がいるんだから蒸し返すべきではないと思うんですけどね。まあ、それもあったんで、ちょっと、前あ、ひつこい、ひっそいって前書いちゃったんですけど、まあ、でも今回のこの理論、どうなんでしょうかね。うん。まあ、その、韓国の、妙なヨの件で、ちょっと、いろいろ揉めたりし,している感じがあるんですけど、まあ、そこら辺ちょっと、内訳がね、うん。 わかんない部分もあるんですけど、自分も何とかコメントから返信されますが、えー、ミュートしてるんで、通知に表示されず、コメントは見てませんということでそうそう、言ってることはね、合ってるにしても、その同じことずっと続くことがあるので、まあ、あれかなと思うんですけどね、僕、うん、まあ一言の汗マークなんですよね。うんそうそうそう まあそういったねこ、ことがあるよっていうことなんで、まあ、あんまそう、また、この、こういう韓国系のコメントをしたら、n んのほよさん来るかなっていうことを思ってコメントした方がいいかなと思いますね。うん。彼も、やっぱね、あの、やっぱ間違っているわけじゃなかったですたまにね、あの、あるんですよね。 一、うんまあ、つ擁護できるとし擁護できるっていうかあの共感できるところは、まあ、例えばフィギュアスケートが死んだ日とかっていうね動画がそういったタグの動画があるんですけどあれはちょっと失礼かなって思うんですよでそれについて b n f スはかなり一人で頑張ってましたからねうんあれはあれはひどすぎるってね、まあ、そういうのはちょっと合ってるかなと僕も思うんでそう共感はできるんですけどもねはい。 木更津24さん、今、仕事で私のもとに新卒の社員が入り、若者パワーで楽しく仕事をしているんですが、さすがに仕事を教えながら自分の仕事もこなすのがしんどいです。つ、え、ら、ー、いっていうことです。毎日グタグタということですね。 言い訳はこれくらいにして、だからベルモットさんのコメントを見ていないんですが、そんなにひどかったんですかだって、カブ君が怒っているのは、声の感じからもすごく感じ取られましたし、大和なカブ君を怒らせることの内容だったんですね。イストょニ目にした時は、まともっぽいコメントもあったようなということなんですけど、これ実際に、ね、僕に対する誹謗中傷では全くないです、うん。全くないですよ。あのー、まあ、言っちゃうと羽生選手に対してですね、うんちょ,ちょっとなんかそれが、 今,日今回だけじゃなかったんで、ちょっとあのもう、もういいかなという感じですね。まあ、この前もあったんで、まあ、その後からコメント読んでないでも削除していました。で、それによって離れた人もいましたからね。うん。そういうことです。はい。え、エミリーさん、そうなんですよね。まともな時もあったもあ,あったのに、だからこそ、ただのアンチには、 成り下がっては欲しくないけど、今回のやつは単に固有の選手の誹謗中傷にすぎず、えー、これをやると早速誰のファンを名乗る権利もないと思うんですよ。フィギュアのファンもということですね。まあ、今後も現れてくるかなとは思うんですけど、まあ、でもまあ、まあ,あのそういった選手の誹謗中傷とかなければ読み上げていこうかなと思うんですけど、もう見るたびにうわーって思う人もやっぱりいるので、ちょっとこうどう対処しようかなと思ってますね。うん 我らが翔馬くんも、えー、たくさんたくさん言われて、Yahoo のコメント欄とかひどいから、Yahoo ニュースもあんまり見なくなっちゃったということですね。Yahoo ニュースなんかは温床になってるんですね、そういうのやっぱ。うん。選手本人も見ているかもしれないのに、なんであんなことをするんでしょうねということですね。うん。まあ、ぶっちゃけそう、ウロノート14クさんとかも、多分ヤ Yahoo ニュースとかの Yahoo コメントで書いてるのかな、ちょっとわかりませんから。でも結構他にも多くのそういう人がいるんでしょうね、Twitter とか見てると。 かじさんです。横レス失礼します。えー、削除前に該当コメントを見ましたが、とにかくひどいコメントでした。えー、選手からしたら争いは試合の時のリンク上だけにしてくれという思いではないでしょうか。そしてこのような言動は運営管理者にも大きな負担と手間がかかる迷惑行為でもあるので、慎、え、ん、ー、でほしいですねということですね。うん、いやー、ちょっとなんか、あのそうですね。まあ、前、たまにいい、いいっていうか、 ね、姉さんチェームのファンなんですけど姉さんのいいところだけを言えばいいんですけどなんか羽生選手のファンのに向かってあえてわ,わざとらしくや、あのー、なんかコメントしてる感じが前からあったんでちょっとすごい凄す,すぎ度がちょっと過ぎてるかなっていう感じはしましたね僕はね。 生きさだけ二千四さんそんなにひどかったんですね。翔馬くんのことを言われてたら私なら応戦してしまっていたかもしれないです。えそれが一番かと思いますがコメントが残っていると目に入りますから削除で正解ですね。株君に感謝ですということで、まあ、公開削除でしたね。本当に、ねうんまあ、逆にそれで喜んでる可能性もあるんですよね。わーと思って反応してくれたんだよね。うん なんか誰かがなん,かなんかネット SM とか言っ,てます <laughs> 言ってましたけどね、まさにそういうことなのかっていう感じがしますね。はい、そしてこれもね、いい加減にしてほしいと思いですね、ほんとね。もういい加減にしてほしいこといっぱいあります、ね。北竹24さんです、えー。北京五輪団体戦のメダルを早く授与してほしい。いや、本当ですよ、えー。五輪の時の記念切手が発売になったとき、しくんのと団体戦のを購入したんですが、マークの部分がメダルと同じ色になっていて、 翔馬くんのは銅メダル色。でも団体戦のは色がなくて白いんですよ。あーってことはまだ決まってないからっていうことですね。日本初の団体戦メダルなのに、いつまでも中ブラリンでパンチパンチと、うん。パンチパンチパンチという気持ちですね。こういうことは、あの、全く議論されてないということですよね。だからもう本当、早く決めないんだったら、もうロシアのメダルは剥奪でいいんじゃないかと思いますよ。うん。 早くだからもう白黒しめ決めてほしいなと思いますね。もうこれ以上議論が長くなったら、もうここまでが期限です。よって決めてくれないと選手たちかわいそうだなと思いますね。うん。